今週県内で開催されたとあるサッカー大会、その名も U17 ドーンカップ広島。北は北海道から南は鹿児島まで、全国屈指の強豪校が広島に集い、しのぎを削りました。広島に来てもらって、まあ、その全国トップレベルの高校とできるということはすごい光栄な、嬉しいことだと思います。この大会がスタートしたのは3年前。当時猛威を振るっていた新型コロナウイルスの影響で、サッカーに限らずありとあらゆる大会は中止に。そんな状況を変えようと立ち上がったのが、この大会の発起人の一人、安芸南高校サッカー部の藤井清監督でした。コロナでいろいろこうできない、遠征ができない中で、こう制限かかる中で、なんとかっていうので、なんか広島にこう来てもらう動きが取れたらなっていうのが、まあ、発端、きっかけですか、はい。苦しい状況の中で、少しでも希望を持てるように、大会名には、夜明けという意味を持つ、ドーンという言葉を入れました。後ろ喋って、後ろ喋れ。実は藤井監督、広島南高校を率いて2008年度の全国高校サッカー選手権で優勝。その時ある思いを抱いたのだそう。選手権に勝つことがゴールじゃないっていうのはもうその時も思ってましたし、サッカーを通じて、まあ、部活を通じて人を育てるとか、まあ、自分自身も成長するとか、高みを目指したり、こう優勝勝つことを目指す中でこう選手ともども成長していく、まあ、そういった組織を作るっていうのが、まあ、大きなところじゃない、原動力じゃないかなと。その思いはかつての教え子たちを動かします。優勝メンバーでチームに欠かせないムードメーカーだった山室亮太さんは、去年から運営としてこの大会に参加。さらに今年の4月からはキャプテンとしてチームを支えた松岡祐介さんも加わりました。あの優勝したメンバーでもう一つ一旗あげようやっていう話は、あの大学生の時からずっとしていて、その何か一つ取り組みになれば嬉しいですね。部活動っていうのは学校教育の一環、まあ、その継続ですので、まあ、そのサッカープラスアルファのところっていうのを提供できるような大会にしたいという、そういった思いがあって。部活動としてがむしゃらにサッカーと向き合う高校生活の中で、サッカーの枠組みを超えた大切なものの存在を知ってほしい。この大会を通して人間性や社会性を身につけるために、今回新たに2つのプログラムを取り入れました。その一つが平和教育。サッカーの日本高校選抜でドイツに行く機会があったんですけど、ドイツのその方々に広島の平和についてこう話をする機会があって、あ、なんかこうちっちゃい頃から平和について考えたりとかしてるからこそそういう話ができたなっていうのはあったので、サッカーをしていたからこそ広島とつながった縁、全国の高校生にも平和について自分の言葉で伝えられるようになってほしい。見学を希望した学校の生徒と平和記念資料館を訪れました。今自分たちが生きていることも当たり前じゃないと思うので、しっかりそれを感じて生きていきたいと思います。そしてもう一つ、皆さん拍手をお願いします。高校生に向けた講演会。壇上に上がったのは元サンフレッチェ広島で現在名古屋グランパスでプレーする稲垣翔選手。テーマはこれまで歩んできたキャリアについて。僕は特に結構挫折とかそういうのはいろんなところで味わいながら、はい、やってきたかなと思います。学生時代に世代別の代表とかにも入ったこともなかったし、上の選手たちにこう何度も追いついてやろうとか、いつか見返してやろうってずっと思いながらこの期間ずっとプレーしてるっていう感じですね。僕は稲垣選手が勝っててくれたことを、ちゃんと自分の中に落とし込んで自分のものにできるようにしたいなと思いました。稲垣選手がこの場に来た理由、それもまたサッカーが生んだ縁でした。
稲垣選手と松岡さんは高校時代の対戦をきっかけに知り合い、今も交流があるそうなんです。今回講演受けたのも松岡さんが。そりゃそうですよ、松君が言ってきたんでもう断れるはずがない。サッカーに情熱を燃やし、全国大会の頂点を極めた監督と生徒が今では共に大会を運営する新たなチームに。教え子たちがつながって今こういうプロジェクトできてることに関してはどう思われますか？いやまあ率直に嬉しいのと、まあ、今日の話なんかも聞いて、ね、自分も頑張んなきゃと思います、ね、藤井さんと教え子たちが描くサッカーだけにとらわれない部活の未来はまだ始まったばかりです。